どうも、一応です。はい、今回もガチャ動画になります。はい、前回動画で、ね、毒ガチャ引くか、こっちの氷ガチャ、贋作ガチャ引くか悩んでますっていうお話したんですが、はい、毒の方で、気持ちは固まりました。はい。まあ、キャラ愛的にね、氷属性、セリスが入ってますので、セリスのシンクロ狙って、まあガチャ引きたいなっていうところあるんですが、はい、ウィークポイントの強化という方に舵を切ります。はい、まあ今この動画の撮影日がですね、4月の11日の夜なんですけども、はい、氷ガチャの方は4月26日ということなので、もしかしたらワンチャンね、11連1回だけかもしれないけど引ける可能性ありますので、はい、もうね、締め切り間近なこの毒ガチャの方を優先して引こうかなと、そういう風に思いました。はい、そうですね。まあとりあえず121個今ミスリルありますので、100個使って22連でどれだけね強化できるか分かりませんが、引いていきたいと思います。はい、で、26日までに、このね21個残して、50個まで到達したならば、セリスのねシンクロを狙って、まあ11連1回だけでもいいのでね、引きたいなと思います。はい、そんでもって毒ガチャ今2つ来てるんだけど、ピックアップとこのキスティスの新奥義の方来てるんですが、これもねちょっと、じゃあどうすんのって、どっち引くのってちょっと悩んだんですよね。やっぱこっちね、このシンクロ、ケフカのシンクロ、これめっちゃ強いやつでしょ。なんかねえ、だよね、めっちゃ強いやつだと思うんだけど、悩みますよね。まあ確率的にもこっちの方がいいのかなという気がしますので、こっちで行こうかなと思います。っていうのは、まあ確率云々もあるんですけど、キスティスですね。はい、キスティスの覚醒かシンクロどっちかを掴んでおきたい。はい、キスティスに何だっけ、チェインが配布されたので、そのチェイン役の、なんだろう、シンクロかもしくは覚醒が欲しいと思っております。はい、まあ最悪そこだけでも掴んでおけば、まあ後からでもね、また後々まあ毒のキャラクターが入ったガチャを狙ってね、まあ毒属性の強化っていうのができるのかなと思いますけど、とりあえずは先にね、チェーン役のキスティスの装備を整えておきたいっていう狙いがあります。はい、まあそんな感じかな。まあレイラもね、確か覚醒持ってるんで、あ、でも覚醒水だけだったかな、ちょっとわからないけど、まあでもあればいいですよね。これまたうまい具合にね、ケフカ新奥義とシンクロをねガチャ分けてきましたよね。まあだから狙いはキスティスの覚醒と、はい、シンクロ、どっちか、最悪どっちかを掴みたい。できれば両方欲しいんですが、そんな感じですね。はい、で万が一キスティスの覚醒かシンクロどっちか1個でもね、11連で引けたならば、もう11連をピックアップの方行ってケフカのシンクロとか狙ってもいいのかもしれない。はい、まあいろんな思惑がねありますけど、まあなかなかね都合いい展開にはならないと思うんで、ガチャってそういうものなので、はいはい、ちょっとね長くなって申し訳ないです。前振りが長くなって申し訳ない。はい、じゃあ今からね引きたいと思います。いきます、せーの、ういっ。さあどうでしょうか。まずはねモグ出てきてほしいんだけど、1個頼む。覚醒かシンクロ、どっちか。キスティスの方ね、キスティスの覚醒かシンクロお願いします。スキップいきます。はい、止まった。新奥義だけどかは逆にやめてほしいんだよね。あー、探検レイラかな、レイラか、
レイラですね。チェインかよ。いらねえ。まあ、いらねえ、いらねえって言っちゃおうか、ダメだよね。いや、これもいいんだよね。いいんだけど、ダメよ、これは。だってね、もうチェイン配布されたからね。最短で行くんだったら、やっぱり、キスティスの、あれだよね。欲しかったよね。キスティスの、覚醒かシンクロ、まあ相手口に出さなかったんだけど、レイラのチェインはちょっと今来ても困るっていうね。いや、いいんですよ、これもこれっていいんですけど、ちょっと困るなっていうふうには思ってましたよね。しかもこれあれでしょ、1回しか打てないんだよね、だよね。まあいいや。まあまあまあいいでしょう。まあいいでしょう。はい。まだね、ミスリル残ってますから。まだ残ってるからね。行こう。せーの。はい。さあ、キスティス。どっちか。どっちかを回収しておきたい。一個は渋いな、本当に。スキップいきます。また止まった。新奥義とかはやめてね。シンクロ来い。よいしょ。いやー違うねー、違うねー、違うけどまたレイラ来た。まあこういう展開はまあまあありっちゃありか、ありっちゃありだよな。まあチェン、まあ僕がね、冒頭でちょっと熱く語ったそのチェーン役にシンクロか覚醒を持たせたいっていう、まあ一応それが叶ったって、いや叶ったのかなって感じしますけど、まあでも星7チェインはね、まあ1回しか打てないからね、どっちにしろキスティス連れていかなきゃいけないっていう感じなんで、まあでもいっか、これで、これはこれでね。はい、敵単体に15回連続の毒無属性物理攻撃、一定時間自身に毒まとい。はい、ありがとうございます。シンクロモード、幻突1アップ、毒属性アビリティを使用するたびに自身と同じ列にいる味方全体の待機時間を一旦短縮する。これは、素晴らしいんじゃない？なかなか。いいんじゃない？クラウダーバイト。敵単体に自身がこのアビリティを発動するたびに、攻撃回数が増える4、6、8、回連続の毒無属性物理攻撃、自身の毒属性アビリティのダメージを一旦アップ。はい、待機時間なしで自身が、時短毒属性アビリティ使用時にもう1回放つ。あー、このパターンか。なるほど。毒属性攻撃レベルを1段階アップ。まあでも基本的に左連打なのかな。ダメージアップ中。まあまあまあ、ちょっと使ってみないと分かりませんけどね。はい、ありがとうございます。まあこれはこれで OK かな。はい、でエドガーがですね、一応シンクロ覚醒持ってますので、それでなんとかいけるかどうか、どうかな。僕の実力でいけますかね。どうかな。できればキスティス欲しかったけど、まあでもキスティスも連れて行かなきゃダメだよな。いやでもね、レイラのチェインとあとウララチェインを使ってっていう作戦もあるよな。それだったらキスティスなしで、でもキスティス外して誰連れてくって話になるんで、はい、ごめんなさい、ちょっとまだここで動画終わりません。ちょっとレイラ見に行っていいですか。あー、ちょっと出撃中だから変えられないか。あー、でも見れるのは見れるか。はい、興味ある方だけね、お付き合いください。ちょっとレイラ確か覚醒持ってるね。でもこれ水特化の、これじゃない、水の覚醒なんだよね。水覚醒モード、覚醒モードも水属性アビリティ対応だから、
どうなんでしょうね。ちょっと厳しいか。はい。あ、そうだ。レイラの専用アビ見に行こう。専用アビ実装されてるかな。あ、違う。レコードダイブレイラ。毒属性入ってるんだったら、ワンチャン、ちょっと、あれだよね。あ、毒入ってる。はい。水と毒属性物理攻撃。あー。はいはいはい。このアビリティを2回使用するたびに、敵単体の攻撃力を盛り込み、短時間ダウン。ほう。いいじゃないですか。デバフ与えながら、5回連続の攻撃もできると。パイレーツアンカー。いいですね。いや、まあ、わずかな可能性を残したかなっていう感じはしますけど。でもね、僕ね、楽して勝ちたいんだよね、装備。揃えて。楽して勝ちたいんだけど。厳しいかな。勝てたとしても、僕の腕じゃギリギリか。まあ、ちょっと考えます。ちょっと挑んでみて。はい。まあ倒せそうだったら撃破目指していきますけども、はい、まあそんな感じでね、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。